はい、どうも皆さん、こんばんは。こっちゃんでございます。今回はね、ナレーションでちょっと対応しようと思いますが、10ヶ月ぶりですかね、緊急事態宣言中ずっと閉館したメガウェブに行ってですね、新型のランクルとか、カローラークロスとか、まだ見ぬ実物をですね、見てきたんで、ちょっとレポートしたいと思います。ね、こうやってね、タイムズの駐車場に止めてね、来ましたけどもね。いや、久々にね、これね、やってるの見てね、ちょっとね、ウキウキしましたけど、メガウェーブ、なんかあれですね、ちょっと2000年代初頭みたいな、アットをね、なんか、A をアットにする感じですけど、これランクルね、かっこいいっすね、これほんとかっこいいっすね。映像でもね、かっこいいなと思いましたけど、やっぱ現物見るとね、もうタイヤもね、ぶっとくてね、いやー、ちょっとね、これは、ランクルは、惚れ惚れしましたね。またね、ちょっとね、先代モデルをね、ちゃんとね、踏襲してるようなね、デザインでね、良かったですね。で、一応この車は3列シートの車種だったんですけども、結構ね、3列目のこうやってね、出入りは、すごくね、こうやってね、椅子をね、丸々持ち上げてこう入る感じですけど、これね、持ち上げるのは楽でしたね。ただこうやってね、今ね、すごく格闘してますけど、ちょっとね、重くてね、畳むのはちょっと大変でしたね。そこがね、使い勝手どうかなというところかな。ね。で、結構ね、窓もね、すごいね、多くて、3列目も大丈夫そうでしたね。でね、このステップを踏んでね、運転席へ乗り込むわけですよ。やっぱここ、このね、乗り込む感じがね、なんか、これからね、探検隊で行くぞ、みたいな感じにさせてくれますよね。あとは、まあ、そうですね、最近のトヨタっぽい、まあ、インテリアですかね。うん、まあここはね他の車種と同様かなという感じですけどもね、こうやってねルーフがねまたね、いいですね、開放的でね、まあ良かったです。でカローラクロスね、これがね、そう、現物がなかなか見れないからね、よく早く見たかった。一頃ね意外とちっちゃいなって感じですね。CHR と同じぐらいかなって感じで、ラブ4とかハリアと比べちゃうとちょっとちっちゃいかなって感じです。レゼル、よりもちっちゃいのかな、どうなんでしょうね。なんか体感的には、目視的にはちっちゃいなと思いました。でね、ちっちゃいんでね、まあ、運転席はね、まあ問題ないと言いますか。まあ、他のね、トヨタの SUV と同じようなね、感じで、これも多分ね、運転すると、ね、いい感じだな、多分ね、運転手はね、すごく、なんでしょうね、運転しやすいだろうな、っていう感じで、早くね、ちょっと試乗が楽しみではあります。このね、インパネもね、同じですけど、で、後席なんですけども、後席はね、正直ね、他のカローラツーリングとか、カローラセダンとか、スポーツとか、とぶっちゃけちょっと同じ感じなんでね、握り拳1個分しかないんで、結構やっぱりね、窮屈な感じはしましたね。ここはちょっとベゼルと、違って結構狭いなというふうに感じたんで、ちょっと試乗、ディーラーでなんかお試ししていただいた方がいいですね、皆さんね。あとはね、なんかね、いろいろね、過去のね、ハイブリッドのね、こう展示をね、見たりね、ガスタービンのなんかあったんですね、エンジンとかね。ね、ガスタービンっていうのはなんかね、ウィキペディアでは聞いたことはあったんですけどね、こうやって現物見るの初めてでした。ね、こんなね、トヨタ GT ハイブリッドか。で、懐かしの、これは懐かしいなと思いましたね、これ。初代プリウスね。いやー、懐かしいっすね、これね。懐かしいね、これね。もう最近はちょっとね、走ってないかな、初代プリウスはね、さすがに。このね、5ナンバーサイズがね、またね、なんでしょうね。日本にチャスサイズというか。まあ、その後ね、3ナンバーになっちゃいましたけどね。いい形ですね。GR ランクルもね、GR コーナーに展示してあったので、ちょっとね、これも改めて見てみたんですよ。いやー、これもまたね、なんかトヨタっていうね、ロゴがデカデカとね、あって、なんかかっこいいなと思いましたね。あとは、まあ、基本的にね、構造は一緒なんですけど、やっぱりね、GR のパーツというか、なんだろうな、この、専用のシートですかね、この素材とか、なんでしょうね、大理石っぽい、なんかね、今の淡い緑色のね、デザインのドアノブとかは、なんかね、やっぱかっこいいなと思いますよね。GR のね、赤の基調としたね、シートとかね、
まあ、こんな感じでね。まあ GR はね、まああとは走行性能がね、どう違うかっていうのは比較したいんだけど、多分比較できないな、多分な、僕には多分入手、試乗手段がなさそうですね。残念ながら。ジャーナリストさんのね、試乗レポートをね、皆さん見ていただければと思います。で、やっぱね、かっこいいっすね、外観はね。ノーマルでもね、GR でもね。白はね、なんか、砂漠とか行ったら汚れちゃいそうですけど、まあ、でもね、いい感じですね。これもね、3列シートですね。で、あとね、クラウンのね、後期をね、意外とね、見てなかったような気がしたので、一応見ておきました。ね、最近ね、今年ね、国の購入でね、この220クラウンね、パトカーが導入が決定して、もうちらほらね、街で出回ってるみたいですけどね。これがまあ、ね、ベースになってくる感じなんですけどね。やっぱね、あれですね、2画面だったのが1画面にね、ナビ周りになったのはね、やっぱ結構スッキリして、やっぱこの方がいいですよね。他の欧州のね、メーカーも割とね、1画面でね、でかいディスプレイを搭載する傾向にありますよ。こんな感じでね。前はね、なんかね、上と下分かれててね、なぜかね、エアコンはね、液晶とかね、なんかね、ちょっとね、あんまり個人的にね、なんか混乱のもとかなと思ってたんですけど、やっぱこういう大事、ね、ボタン式のね、エアコン操作の方は、やっぱやりやすいですよね。やっぱここはね、いい改良かなと思います。あとはね、まあこれは毎回、飾ってあるんで、まあ毎回なんか撮りたくなっちゃいますよね、センチュリーはね。なかなかね、これでじっくり見る機会はね、東京走ってるとね、東京ではね結構見かけますけどね、センチュリーとかね、なかなかねこうやってじっくり撮る機会で撮ってみました。やっぱ黒がね最高ですね。でついでなんでね、まあ僕が止めた駐車場からの通り道に BMW 東京がね、ショールームがね、あったんで、まあちょっと見てきました。ね、まあ、外に飾ってるやつだけ、こうやって見てみましたけどね。ペケ8かな。これディーゼルのモデルですかね。いや、やっぱね、これの内装周りはやっぱいいっすよね、BM ね。やっぱね。ここら辺はね、やっぱね、欧州のラグジュアリー。感じがしますよね。なんか40イヤーなんですかね、これ。なんでしょうね。これは8シリーズかな。840D ですね。ディーゼルね。ああでもね、なんかね、やっぱね、やっぱ内装はね、うっとりしちゃいましたけどね。いやーね、いいですよね。これが6気筒なのかな、わかんないですけどね。やっぱね。で、あ、これね、初めてね、i8 をね、実物で見たんですけど、意外と写真で見る以上に実物の方がいいと言いますか。なんかね、まとまってて、ね、すごい、まあ、クーペスタイルですけど、なんかね、結構僕は、実物見たらなんかね、あ、いい車というか、なんかね、かっこいいな、という単純に思いましたね。まあ、このね、オレンジっぽい、茶色っぽいね、色もそう、思わせてるのかもしれないですけど。で、M の2シリーズですかね。いやー、これはね、憧れですよね。いつか買いたい。いつかは BMW。みたいな感じですかね。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。